後ろから追突されまして、車外バンパーのプラスラインというショートバンパー、こちら FRP 素材でして、ぶつかった衝撃でですね、こういったところとかこういったところが割れてますね。バンパー同士当たったので、こういうところとか、まあ細かな傷はありますね。で、バンパーを押しているので、ちょっとわかりにくいんですけど、こういうところとかこういうところはもう亀裂が入っちゃって、で、和辺もまあ FRP なんで、ここ押して割れてますね。まあ今回は修理せずに乗り換えますということで、4年4ヶ月ぐらいこの車を乗ったんですけど、この軽バンのメリットデメリット、まあ乗ってみて分かったことをお伝えしようと思います。まずはメリットはですね、自動車税の税金が安いですね。年間5000円です。軽乗用に比べて約半分ですね。そして車検が安いです。前回の車検の時は 38,740 円でした。まあこれも安いですね。あと部品も安いですね。軽でも貨物車両なので、積載容量が軽乗用と比べて多く積載できます。4年以上乗ってますけど、壊れたということはないですね。しかしリコールはこの方は時々あります。まあそれからなんせ安い車なので、気を使わなくて済みますね。やはり軽なので小回りが効いて、細い道も運転しやすいです。窓とかの開口部が広くて視認性が高いですね。それから構造が単純なので修理や改造が容易です。費用対効果のコスパはとてもいいと思います。やはり最大のメリットというのは維持費が安いということですね。バンなので、まあ商用車というのは需要があるので、リセールバリューがとてもいいです。デメリットなんですけど、こういった軽バンのデメリットはですね、軽乗用とかに比べて装備が不十分です。安っぽいというよりも安物ですね。使っている素材とかがやっぱり、まあコスト削減のためにどうしても、まあ安い材料を使って簡素化しているので、どうしても安っぽく見えてしまいますね。それから乗り心地がとても悪いです。ノーマルの状態の時は本当にすぐ跳ねましたし、なんせ乗ってても不快でした。それから運動性能が悪いですね。空力が悪すぎて強風とかの風に煽られます。それからやっぱり 660cc なのでパワー不足です。上り坂は上らないし、高速で合流の加速する時でもかなりしんどいです。まあこの車は NA エンジンということもあるんですけどね、まあ NA エンジンの方が丈夫で長持ちします。外装に関してはボディが薄っぺらいので全然強度がないです。屋根の上とか乗ったらへこみます。少しの加圧でも変形するので、もう少し強度を欲しいなと思います。それによってですね、大きい事故を起こした時は命の危険度が高いです。それから任意保険は軽乗用と比べて若干高いです。任意保険なんですが、私の場合35歳以上で対人対物無制限です。で、車両保険もつけています。まあ等級がマックスではないので、まあ年間 72,350 円ですね。等級がマックスになればもっと金額が下がってきますけど。で、こういった軽バンをおすすめできる人というのは、とにかく車を安く買って維持費を安くしたい人ですね。まああとは車に興味ない人とか、まあお仕事で使われるとか、まあ普通の街乗りにはあまり向かないですね。それから燃費に関してなんですけど、燃費は個人的には悪くはないと思います。まあ今のハイブリッドとかに比べたら全然悪いんですけど、平均してだいたいリッター15、6ぐらいは走りますので、まあ昔の車に比べたらですね、全然15、6もあれば個人的には十分だと思ってます。今回まあ事故をきっかけにですね、もう乗り換えようと決断しましたので、まあまた次の車は何買うかはまだ決めていませんけど、また次の車購入しましたら紹介しようと思います。それではご視聴ありがとうございました。